ごきげんよう、山口愛希です。今日は月月火水木金金を歌いたいと思います。この曲は私のおじいちゃんが、すごい好きだった曲でした。昭和15年の曲です。15年です。はい、この曲はね、その名の通り、月月火水木金金ずっとも働いていて休みないじゃないかっていう曲なんですけど、海軍の曲なんですけど、もうすごくね、陽気なメロディーとともにね、勇ましさをすごく感じるなって思います。で、この曲ですね、実はこうラジオ局の人がね、一説ですけどラジオ局の人が、間違えてこの曲を流してしまって、世に響き渡って、そこからこの曲なんだ、いい曲だなってなって有名になった曲だそうです。この月月火水木金金知ってる方も、ね、たくさんいらっしゃると思うし、ドリフターズもね、替え歌にしてカバーされていたので、皆さんもご存知かなと思いますので、ぜひ、聴いていただけたらなと思います。あ、ちなみにこの、パーカー新しく作りました。これもね、日本で日の丸、日本の船だ、月月火水木金金の歌詞ですね。はい、あやきち商店、ぜひチェックしてみてください。パーカー、いろいろ日の丸グッズを販売してますので、ぜひチェックしてみてください。一緒に行きましょう。日の丸魂をみんなで歌っていきましょう。ではカメラの向こうの皆さんも一緒に歌いましょうね。月月火水木金金、一緒に歌ってくださいね。じゃあバイバイ、また次の動画でお会いしましょう。